陥落の炎に焼かれるジオン最後の要塞アーバーワークーを後にし、私は生き残った将兵たち、そしてザビ家の血筋を持つミネバザビとその側近などを伴い、火星と木星の間にあるアステロイドベルトを逃亡の地とし身を寄せていた。ひたすら再起の日を信じて息を潜めていたあの頃、私はアステロイドベルトの彼方で遠く輝く太陽を見つめ、地球圏へ憧れを募らせる一人の少女に出会った。ハマーン・カーン、ザビ家に神服するアクシズの指導者の娘だ。終戦から3年後、地球圏では新たな動向が現れた。元広告軍残党の反乱の活発化に伴い、連邦軍はその鎮圧のためジオンの残党狩り部隊ティターンズを結成。だがそれはアースノイドとスペースノイドとの間に新たな意識の格差を生む要因ともなった。そんな状況の中、1500万人を死に至らしめた30番地事件が勃発した。地球復興のみに従事し、空を顧みない連邦の行政に対する抗議デモが行われた頃に、ティターンズは毒ガス攻撃を行ったのである。私は連邦の大尉の分析を入手し、クワトロ・バジーナを名乗り地球圏に戻ってきた。そして実感した。連邦の行為は座視できない、準備する必要があると。それが私にエウーゴへの参加を決意させた。スイートウォーターでアーガマは完成しました。重傷も首を長くしてお待ちです。大佐がいらっしゃらなければモビルスーツは動かせないのですから。大佐はよせ、私は大尉だよ。おお。新たな混沌が地球圏を支配していた。だが私の心は再起の喜びに震えていた。旅立ち。知っているかね、赤い彗星と呼ばれた男。自分はアバワク海戦の時、後方のサラミスにいました。ほう。しかしジオングというモビルアーマーは見ていません。ですが、何と言いますか、赤い彗星の力といったものは感じました。今も感じますね。誰にだ？クワトロ・バジーナ大尉です。彼はジオン大君の意思をスペースノイドに伝えようとしている。今回の作戦はガンダムマーク2の所在を確認し捕獲することを最優先とする。コロニーへの多少の損傷もやむを得ない。アポリ、ロベルト、ガンダムマーク2を捕捉するぞ。着いた早々シミュレーション抜きでいきなり実戦かよ。
かくしてエウームは2機のガンダムマーク2の脱出に成功した。それは神指団の協力があっての成果である。これを機にエウーゴとティターンズの構想は本格化していった。いいか、一機はバラシオだ。私の期待しすぎかな。彼をニュータイプと思いたいが、クワトロ隊員はどう思う？ニュータイプはエスパーではありません。ですから目に見えて違うところはありませんが、資質は感じます。そう思う。大事にしてやってくれ。はい。発見された。ルナ2の部隊です。お、どうした？停戦信号。停戦しろだと？連邦は我々が軍を動かしたことを信じてないらしいな。グリップスのバスクの隊でないからだ。ガルバルディが来るぞ。モビルスーツ発進用意。確保さ、砲撃用意。クワトロ隊、ビッグレアスは隊。いつでも出られるようにしておけ。聞こえるか？機関の所属を明らかにしろ。これ以上東方の命令に従わない場合は撃沈をする。我が方はエウーゴ、命令は聞けない。了解した。撃沈する。好きなことを。こいつやる。撤退命令が出た。乗せられてしまった。あの赤いモビルスーツに。赤い彗星が相手だったと思いたい。でなければ立場がない。よくやってくれたクワトロ隊員、次も期待する。ジャブローの風。どうぞ。お帰りなさいませ、大佐。キグナ、私はクワトロバジーナ大尉だ。私にとってはシャーアズナブル大佐です。何かあったのか？アステロイドベルトの写真です。何？アクシズか。スペクトル分析でも核パルスと分かりました。核パルス？だいぶ前から地球圏に向かって移動を開始しています。地球へ？はい。ジオンの亡霊が動き出したか。ハマーン・カーンは二十歳になったか？はい。もう一つ気になることがある。グリーンオアシスからグリプスが移動を開始したのだ。だがエウーゴの出資者たちの関心はジャブローへと向いていた。あの重力の井戸の底へ再び行くのだ。それとアーガマに新任の艦長が来た。元ホワイトベースの艦長、ブライト・ノアである。本日をもってアーガマの艦長に就任したブライト・ノア大佐である。各自発進準備にかかれ。モビルスーツ隊は衛星軌道より発進し、エマ注意のリック・ディアスとクワトロ隊の百式を先頭に80機に及ぶ大編隊を組み地球へ降下。ジャブローに奇襲攻撃をかける。作戦終了後ガルダを奪い
搭載シャトルでパイロットは空へ脱出。万が一作戦が失敗した場合は地上の同盟組織カラバと接触し以後の対応に当たる。以上だ。客式はいかがです、クワトロ隊。リップディアスと基本動作は一緒ですが、何分操作感とスピードが違います。ですが隊員なら大丈夫ですよ。シーラがやられました。左舷モビルスーツ、いやモビルアーマーです。絵巻が編隊を離れそちらに向かった。編隊のトップをアポリーとロベルトのリックディアス隊に任せた。絵巻支援に向かう。了解。正体不明のモビルアーマーを叩き落とせ。地球の引力の井戸に引き込まれるのはごめんだ。あとは後続に任す。艦隊の前に出るぞ。チターンズの第2波が入った。絵巻はアーガマに戻れ。その機体で大気圏突入は無理だ。ですが大尉、アーガマを守ってくれ。間違いありません。右舷上40度、敵のモビルスーツ隊です。3分の2がジャブローに飛び込めばジャブローの制圧は可能だ。切り抜けてくれよ。妙だな、ジャブローの抵抗はこんなものではない。何があるのだ。エリア1のビルはほとんどが空です。チターンズはここを引き払ったのではないでしょうか。先行したレコア少尉からも音信不通ですしね。よし、エリア2へ進行する。ついてこい、カミーユ。エリア2もまるで空き家か。レコアさんがいます。何、見たのか。いえ、そんな気が。いた、ガンダムマーク2と新型だ。ガンダムマーク2の出来損ないが。出来損ないではない。誰だパイロットは。カラバのハヤト小林です。ケネディまで誘導します。カイが残した手紙です。カイはあなたをシャア・アズナブルだと言っています。本当のことでしょうか。買いかぶってもらっては困ります。ジオンのシャアがなぜエウーゴに手を貸すのです。ザビ家は7年前に滅びました。となればシャアという人は地球再建を志に抱いてもおかしくない人です。その人が地球圏に戻りエウーゴに手を貸す。わかる話です。仮に私がシャアだとしたら。カイの手紙にこうありましたね。リーダーになろうとしないシャアは卑怯だと。Thank you.
百式の肩に乗れ。え？百式の肩に乗れ。はい。全パワーを解放。はい。ここまでだな。君こそよくやってくれた。でもロベルト注意が。いいパイロットだったが、これが戦争だ。たまりませんね。そうだ。アムロ再び。ハヤト艦長、ご家族はケネディに？女房と養子が3人いますが、危険ですから作戦開始前に逃がしました。アムロ・レイのところに。気になりませんか？気にはなるが、連邦の軍法でもアムロ・レイの移動を読んだことがない。ずっとシャイアンです。動いてない。その連邦のことなかれ主義がティターンズに疲れたのでしょう。父の声です。あれに乗ってるんだ。あのモビルスーツを落とす。カツはホモアビスで脱出しろ。はい。アウドムラに当たる。なんだ。何をする気だアムロ。アムロだと。下がっていろっしゃ。おお、前期撤退だ。あのモビルスーツは知らないな。エウーゴの新型か。シャアだ。しかし間違いない、アムロ・レイだ。なぜ地球圏へ戻ってきたんです？君を笑いに来た。そういえば君の気が済むのだろう。なぜ地球圏へ戻ってきたんだ？ララの魂は地球圏を漂っている。火星の向こうにはいないと思った。ララ、エウゴとティタンズの決着は空でつけることになる。君も空へ来ればいい。行きたくはない。あの無重力体の感覚は怖い。ララーに会うのが怖いのだろう。死んだ者に会えるわけがないと思ってもどこかで信じている。だから怖くなる。いや、生きている間に生きている人間のすることがある。それをすることが死んだ者への手向けだ。しゃべるな。自分の殻の中に閉じこもっていることは地球連邦政府に、いや、ティターンズに手を貸すことになる。顔の中の鳥は干渉される道具でしかないと覚えておくといい。
ムーンアタック。私とカツ君はヒッコリーからシャトルで空へ上がった。カミーユは間に合わなかったが必ず戻ってくる。アムロレイもカミーユに触発されかつての勘を取り戻しつつあるようだ。アムロは私にカミーユを必ず空へ返すことを約束した。だから私もグラナダでゼータガンダムを用意するのだ。チタンズは連邦議会の時期に合わせフォン・ブラウンを制圧する作戦に出る。次の作戦ではラーディッシュから出撃することになりそうだ。聞こえるか、クワトロ隊。敵艦隊をキャッチした。キャプテン、まっすぐ敵艦と接触したい。了解。後続はすぐに出す。帰ってこいよ。隊にはこの作戦の後、連邦議会でブレックス巡哨護衛の任務ある。そのつもりだ。巡哨と仕事がしたいから。そういうことだ。百式、出るぞ。時代は変わったんだ。オールドタイプは失せろ。あなたはおとりに使われただけなのよ。シロコがドゴスギアで降りるところを見たでしょ。それが作戦だ。ご苦労だったタイ。作戦は失敗に終わったが、後のことは任せろ。タイは地球へ降り、連邦議会へ行ってくれ。巡哨も待って。ただいまの決議は明日まで持ち越し、本日はこれをもって閉会いたします。地球でのほほんとしている連中は空で何が起こっても全く他人事だ。はい、地球連邦軍の指揮権をティターンズに渡す方に傾いているなどと信じられませんでした。ジャミトフは地球上の政治家は地球に住むべきだと抜かしたんだ。このアフリカ大陸の半分が砂漠化した現実を見てもそれでいいというのだよ。政治家たち全てを空に運ぶ方法はないのでしょうか。宇宙余韻が怖いのだとさ。明日無駄は承知で政治家たちの宇宙移民を提案するか。緊急動議で。
ああ、それも良いかと。順将、クワトロ隊か。順将、ティターンズにしてやられたよ。しっかりしてください。君には世の中を動かす人になってもらいたい。順将、君がエウーゴの指揮を取れ。シャア・アズナブル。ブレックス順将。これで地球連邦軍はティターンズの管轄下に入り、聖戦は我らのものという。しかしそうかな。今日の都合で魂を売った人々の決定などは明日にも崩れるものさ。月面都市グラナダのウォンリーのもとへブレックス准将死亡の知らせが届いた。それはグラナダ上空をティターンズの作戦に使われたコロニーが通過している時のことであった。アクシズからの使者。メラニヒュー・カーバイン会長はアクシズがティターンズと手を結ぶ前にエウーゴ側に引き込めと。そうだ。しかしアクシズを発信した艦艇の目的は分かりません。ドゴスギアを確認。アーガマと全く平行に航行しています。ティターンズもアクシズと接触するつもりだ。艦長、奴らが仕掛けてこないうちにこちらから攻撃をかけろ。アクシズの出方がわからない以上、ここでの戦闘はこの道戦闘になる。失者は無理難題をおっしゃる。やってみようか、艦長。何か策でもあるのか。メガバズーカランチャーを使う。メガバズーカランチャーは100式発進後に射出します。ランチャーと接触後はランチャーのエンジンを開いてください。これと100式の推力を合わせるとゼータガンダム並みの推力を得られます。隊員、感じませんか？殺気を。それもアーガマを取り巻く周囲全体に。メガバズカランチャー射出用意。ゼータもいいな。ゼータガンダム神指弾いきます。クワトロバジーナ100式出る。モビルスーツは。ご苦労だった、クワトロ隊。どうやらアクシズが我々に手を貸してくれたようだが、しばらく様子を見る。第二戦闘配備のまま待機していてくれ。アクシズとの交渉に隊員にも同行してもらいたい。これはメラニー会長からの命令でもある。艦長、私は元ホワイトベースの敵であった男だ。アクシズ側の人間だと疑われても。分かっているが、今の大尉に限って言えば信じている。メラニーはこれを大尉に対する踏み絵だと思っているのだ。嫌な任務だと承知しているが、やってくれ。そうまで言われては。大尉、アクシズの艦艇には誰が乗っているのだ。ハマンカーンだろう。私はウォンリー、エウンを代表してやってきた。君たちの代表者を呼んでいただきたい。紹介しよう。ジャビ家の正当なる後継者、ミネバザビ王女である。まだあんな年なのに担ぎ出すか。
ジオン滅亡後、アステロイドベルトで育てた子が結局はあのアクシズを離れ地球圏へ戻ってきた。やあ、シャア。シャア、やはりシャア・アズナブルだ。長い間の偵察ご苦労だった。いよいよアクシズの動き出す時が来た。ザビ家再興のために力を貸してくれよ、ジオン大君の。お続けください、ミネバ様。シャア・アズナブル、ミネバ様の御前である。それ以上の無礼はやめ。よくもミネバをこうも育ててくれた。偏見の塊の人間を育てて何とするか。接近している。タイ、あとは頼む。光が見えた。分かるか、ダンケン。アーガマと謎の戦艦、何か悶着があったようです。よく分かるな。ラムシャスはどうか。呼んでもらって光栄に思っています。しかし相変わらず人使いが荒いですな、ヤザン隊長。言うな、グリップ数でくすぶっているよりよほどよかろう。行くぞ。了解です。敵の増援か。前期撤退、ドゴスキアに戻るぞ。はっ。こんな無様な戦い、私はあの女に惑わされている。ハマーンカウン、ジオンの亡霊め。ドゴスギアがグアダンと接触したようだ。これで我々はジオンとティターンズの2つを敵に回すことになるな。キリマンジャロの嵐。ダカールでの連邦議会以降、ジャミトフ・ハイマンはキリマンジャロ基地へ移動した。ジャミトフの足取りを追い、カラバはキリマンジャロへ総攻撃を開始。アーガマも衛星軌道から支援したが、ゼータと百式は地上に降りる結果となり、アムロ・レイの部隊と合流した。ティターンズの総帥、そしてブレックス准将を殺害させた張本人がここにいる。カラバの突撃部隊から連絡があった。ジャミトフがシャトルで空へ脱出するようだ。ジャミトフ、王とかいう強化人間のプレッシャーか。みすみす逃がすとは。カミユ、来るな。同じか。シャ、覚悟。大将！
同じ過ちを繰り返す。まったく。僕はあなたのことをもうクワトロ隊員とは呼びませんよ。あなたはシャア・アズナブルに戻らなくてはいけないんです。そうだな、カミーユ。カミーユはいいのか？大丈夫だろう。繊細すぎるのは若いからだ。そうだな。君に乗せてもらうことにしてよかったと思っている。今のままではすぐに落とされる。迷うことはないはずだ。あなたしか今のエウーゴを率いる者はいないんだから。自分一人の運命さえ決断できない男がか。大衆は常に英雄を求めている。私に道化を演じろということか？あなたに舞台が回ってきただけだ。シナリオを書き換えたわけじゃない。アムロ、人は変わっていくものだろう。正体不明機の侵入の方がありました。一時休会いたします。意義ございませんね。議長の決断が遅すぎる。エウーゴはどこまで来てるんだ？まだ大丈夫。閉会するな。この席を借りたい。エウーゴのものです。私はエウーゴのクワトロバジーナ大尉であります。そしてこの話をする前にもう一つ知っておいてもらいたいことがあります。それは私はかつてシャア・アズナブルという名で呼ばれたこともある男だ。ジオンの赤い彗星だというのか？私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐ者として語りたい。もちろんジオン公国のシャアとしてではなく、ジオン大君の子としてである。兄さん。人は長い間地球というゆりかごの中で戯れてきた。しかし時はすでに人類を地球から巣立たせる時が来たのだ。その後に及んでなぜ人類同士が戦い地球を汚染しなければいけないのだ。現にティタンズはこのような時にも戦闘を仕掛けてくる。彼らはかつての地球連邦から膨れ上がり、逆らう者を全て悪と称しているが、それこそ悪であり人類全体を衰退させていると言い切れる。兄さんは父の意志を継いで政治家になるように、まだ戦いの中に身を置きたがっているの。もし兄さんが大君の血を引く者として自分を瞳悟空だと思い、エウンを率いていこうというのであれば、やはり私の手で兄さんを殺さねばならないのかも。でも今の私は普通の女よ。ニュータイプになり損ないの。戦争は当分続く。天から来るもの。私がカミーユと共に空に上がって間もなく、ティターンズはグリプス2を改造しコロニーレーザーを完成させた。それは支配する者の欲する力となり、エウーゴ、ティターンズ、アクシズの戦いはコロニーレーザーをめぐる戦いへとなっていった。そのためにエウーゴはハマーンとも手を結び、ハマーンもまたティターンズとエウーゴが自分の手の内で踊っているのを嘲笑していた。そのハマーンの業がアクシズを向けさせ、ゼダンの門をも砕こうとしていた。百式、こんなところにシャアか。なんだ。出会え。アポリ注意。アポリを。これが戦争だろうが。金色め。
ご苦労、クワトロ隊。アポリー中尉が戦死した。ああ、本当にいいパイロットだった。そうだ。ゼダンの門を失ったティターンズをさらに追い詰めるため、エウーゴはメラニー・ヒュー・カーバイン会長自らアクシズとの直接交渉に乗り出した。とてもお上手です。感服いたしました。そうか、それはよかった。私も早くジオンを再興し、一つのところに落ち着きたい。その時にはシャアにもそばにいてほしいものだ。お前は私のことを一番理解していてくれるような気がする。ミネバ様。だがその一方でハマンはジャミトフ・ハイマンとパプティマス・シロッコとも会見を持っていた。グアダン内にはそれぞれの思惑が渦巻いていた。ハマンはここには我々二人しかいません。シロッコ。そういうことだ。すまない、ジャミト。空を駆ける。僕はチャンスがあったのに、ハマンを殺せませんでした。気にするな。それは私の役目だったのだろう。いえ、僕の脆い心がハマーンの強烈な意志に負けたんです。危険だな、カミーユ。それではアムロ・レイの二の舞になる。メイルシュトローム作戦の最中、カミーユはキュベレーと交戦し、ハマーンの心に触れた。その感じすぎるセンスは新しい時代を作る力ともなりうるが、己の身を滅ぼす要因ともなる。アムロ・レイは自らの魂を解き放つのに7年もかかった。それは地獄の日々だった。戦いは終局に向かい、カミーユもまた何かを悟り始めているようだ。私はそのカミーユの動向にダラースンの幻影を見た。それが希望の光となるのか、破滅へ通じるのか、まだ分からなかった。発進させたようです。数は確認できませんが、大変態です。百式とゼータを向かわせろ。メガバズーカランチャーの用意、カタパルトデッキに上げました。よし、ランチャー射出しろ。シャーカ、来たな。シャア。今度はジオか。そんなモビルスーツでこのジオと対等に戦えると思っているのか。シャア。ターンズの艦隊をやらせるわけにはいかん。中心部はあれか。
シロッコのやつ。シロッコめ、レーザー砲を潰そうとは面白い。これ以上破壊されると発射できなくなる。チッ。死にに来たか。シャア。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。そうかな。もしも私のもとへ戻る意志があるのならば。何を言う。道を誤ったのだよ。貴様のようなニュータイプのなり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。まだだ、まだ終わらんよ。ザビ家を倒しティターンズを排除した世界でお前は一体何をしようというのだ。私が手を下さなくともニュータイプの覚醒で人類は変わる。その時を待つ。私に同調してくれなければ排除するだけだ。その上でザビ家を再興させる。それが分かりやすく人に道を示すことになる。それは違う。本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を惹かれた人間たちだろう。天才の足を引っ張ることしかできなかった俗人どもに何ができた。常に世の中を動かしてきたのは一握りの天才だ。行くんだカミーユ。これであの武器は使えまい、ハマン。甘いな、シャア。何？これで終わりにするか、続けるか、シャア。そんな決定権がお前にあるのか。うん。口の利き方に気をつけてもらおう。何？私と来てくれれば。あ、カミーユ。いくら希望を見出しても地球の重力に魂を惹かれた者たちのエゴに押しつぶされ、結局はこんな悲しみだけが繰り返されていく。ならば一昔前の人々は9世紀のロケットの G に耐えながら空に上がった。彼らは空にこそ希望の大地があると信じた。自分たちを空へ追いやった地球のエリートたちを憎むことより、その方がよほど建設的だと考えたのだ。地球の重力を振り切った時、人は新たなセンスを身につけた。それがニュータイプへの開花へとつながった。そういう意味では確かに空に希望はあったのだ。よくわかる話です。僕もその希望を見つけます。
ジークジオン。ジークジオン。